タラハシーはアメリカ合衆国フロリダ州北西部に位置する都市、同州の州都であり、フロリダ州立大学及びフロリダ A&M 大学がキャンパスを構える学術都市でもある。人口は18万1376人で州内第7位である。タラハシーに軍庁を置くレオン軍を中心に4軍にまたがる都市圏は36万7413人の人口を抱えている。 タラハシーという使命は、古い町を意味する、マスコギ語族のネイティブアメリカンの言葉に由来している。ミッションさん、ルイス・デ・アパラチーヨーロッパ人が、北、アメリカに入植するよりもはるか以前、1100から1200年頃には、現在の市北部のジャクソン湖ガにネイティブアメリカンのアパラチー族が住み着き、その文化及び宗教の中心地となっていた。現在では、一帯は、 レイク・ジャクソン・マウンド考古学州立公園に指定され、アパラチー族が礼拝用に作ったと考えられている塚が保存されている。やがて1565年、スペイン人がフロリダ半島に入植し、東海岸に戦闘ガスティンを建設した。その後1633年、この地にスペイン人入植者の伝道協会、ミッション3、ルイスでアパラチーが建てられ、 アパラチー族とスペイン人入植者とが共に暮らす村が出来上がっていった。しかし1704年、安城戦争の最中にイギリスがこの地に侵攻した際、アパラチー族とスペイン人入植者はこの地を明け渡すよりも村を焼き払って避難することを選択し、戦闘ガスティンへと逃げ延びた。また、アパラチー族の一部800人ほどは戦闘ガスティンとは逆方向の 当時フランス領であったモービルへと逃げ延びた。それから一世紀以上が過ぎた1821年、アダムズ・オーニス条約が批准され、フロリダがスペインからアメリカ合衆国に割譲されると、1763年のパリ条約締結以降東フロリダと西フロリダに分かれていたフロリダは、統一されたフロリダ順州としてアメリカ合衆国に編入された。 西フロリダの首都であったペンサコーラと東フロリダの首都であったセントオーガスティンでそれぞれ一回ずつ巡州議会が開催された後今後の巡州議会は漁師の中間点で開こうという議決がなされ1824年にフロリダ巡州の州都となるべくタラハシーが創設されマルタ作りの巡州会議児童が建てられた旧フロリダ州会議児童建設中の フロリダ集会議事堂やがて、タラハシーの街や、その周辺には移入者が住み着くようになり、家屋や教会、学校が建てられた。初期の移入者の中には、ナポレオ・ジョアシャン・ミューラと、王妃カロリーヌ・ボナパルトの子で、ナポレオン・ボナパルトの甥いにあたるアシル・ミューラもいた。アシルは、父・ジョアシャンが失脚し、処刑された後、王位継承権を捨てて、フロリダへと亡命し、 タラハシー郊外のプランテーションに安住の地を得たのであった。また、ペンサコーラ・タラハシー・セント・オースティンを結ぶ、バ車道が連邦政府の予算で整備され、1836年には、タラハシーとその外交であったセント・マークスを結ぶ、鉄道が敷かれるなど、タラハシー周辺の交通も整えられた。1843年には、フロリダ州立大学の前身の一つである。 フロリダ女学校が開校した。1845年にはフロリダ準州が州に昇格し、タラハシーがそのままフロリダ州の州都となった。それとほぼ時を同じくして準州会議児童として建設が進められていたギリシアリバイバル様式の州会議児童が完成した。南北戦争以前にはタラハシーはコットンベルトの中心にあり、奴隷取引の中心地となっていた。 南北戦争中には終戦まで北軍に占領されることはなかった。南北戦争末期の1865年3月に南高のセントマークス川の天然橋で起きたナチュラルブリッジの戦いでは天然橋を渡ってタラハシーに進行しようとする北軍を南軍が食い止め州都の防衛に成功した。南北戦争が終わると それまで奴隷制のもとで安価な労働力に頼っていた、州の主要産業であった綿花やタバコの生産は、衰え、柑橘類、木材、松屋に加工品、肉牛の生産や観光へと取って変わられていった。それに伴って、州の産業と人口は、フロリダ半島側へと移っていった。タラハシー周辺のプランテーションは、北部の富裕層に、 主に冬の狩猟場とするために買い取られていった。20世紀に入っても、ヘンリー・フラッグラーの敷いた鉄道やビーチの存在によって観光開発が進められ、人口が急増したフロリダ半島各地とは対照的に、タラハシーはその中盤まで州政府機関と大学が地域経済のようとなる州会議事堂から半径1マイル以内に、市の人口のほとんどが収まってしまう南部の 小さな町であった。1960年代に入ると、高い成長を遂げるフロリダ半島の中心に近い、オーランドに州都を移す動きが起こった。こうした動きは、1970年代に入って、長年の公約であった、集会議事堂新庁舎建設が決まると静まった。22階建てのこの新庁舎は1977年に、九州会議事堂の隣に完成した。 旧庁舎は、その後1983年に、博物館に転用された。タラハシーは、北緯30度27分18秒、成形84度15分12秒に、一致している。フロリダ州の北西部に位置しており、ジャクソンビルからは西へ、約 270km、アトランタからは南へ約 400km、ジョージア州との宗教からは南へ、約 30km である。 メキシコ湾からは約4 5トル内陸に入っている。アメリカ合衆国国政調査局によると、タラハシー市は総面積268.1平方キロメートルが陸地で8.3平方キロメートルが水域である。総面積の3.2%が水域となっている。地域は平坦な土地の多いフロリダ州にしては起伏に富んでおり、場所によって標高に大きな差がある。 フロリダ州会議事堂は標高60メートルを超える市内で最も高い丘の上に立っているが、その東わずか400メートルのカスケーズ公園では標高30メートル程度である。フロリダ州立大学のキャンパスはダウンタウンの西の斜面に広がっており、標高は20から50メートル程度とキャンパス内でも標高差がある。 市南西部のタラハシー地域空港では標高25メートル、市南部では標高10から20メートル程度である。タラハシーの植生はノースカロライナ州及びサウスカロライナ州の低地の植生と似ており、パルメット、マツ、マグノリア、オークが多く見られる。タラハシーの気候は欠片の気候区分でこそ、 アメリカ合衆国先海岸や南部に広く分布している温暖湿潤気候に属するが、実際には蒸し暑い夏と温暖で過ごしやすい冬に特徴付けられる亜熱帯性の気候である。最も暑い7月の平均気温は摂氏28度、最高気温の平均は摂氏33度で、日中は月のほとんどの日が摂氏30度を超える。最も寒い1月の平均気温は 摂氏11度、最低気温の平均は摂氏4度で、最低気温が氷点下に下がることが時々ある程度である。降水量は春と秋に弱い寒気が、夏季に雪があるものの、年間を通じて、ほぼ一定して多く、月間100から150ミリメートル、4から5月および10から11月には80から90ミリメートル、6から8月には月間180から200ミリメートル、 年間では1500ミ、mm、リメートルに達する。冬季の降雪は極めて稀である。交通量の多いモンドストリート前述の通り、タラハシーは起伏に富んだ地形であるが、フロリダ州海議事堂を中心としたダウンタウンの街路は比較的整然と区画されている。東西に通る通りはアダムズストリートを境に東と西に分かれているが、南北の最も主要な通りとなっているのは、 アダムズストリートの1ブロック東、集会議事堂の正面前を通るモンローストリートである。南北に通る通りはパークアベニューを境に北と南に分かれている。市内で最も高い建物はフロリダ集会議事堂で地上22階建て、高さは105メートルである。このフロリダ集会議事堂一帯には、州、軍、市の政府機関が集中している。議事堂から、 デュバルストリートを挟んだ西隣には、フロリダ州最高裁判所が、ペンサコーラストリートを挟んだ北西隣には、タラハシー市長者が、そしてモンローストリートを挟んだ北東隣には、レオン郡地方裁判所がそれぞれ立っている。タラハシー市長者タラハシーは、シティマネージャー制をとっている。シティマネージャーは、市の行政実務の最高責任者であり、市長からの任命で選出される。 一方、市長は、市の立法機関である、市議会の長であるほか、市の顔として、儀礼的な役割を果たす。市議会は4人の議員からなっており、市を4つに分けた、選挙区から1名ずつが選出される。市長、市議員ともその任期は4年であるが、2年ごとに、市議員の半数に当たる2名が改選される。タラハシーと、レオンの市合併案は、過去4度にわたって、 住民投票にかけられたが、いずれも否決されている。タラハシーとレオン軍の行政機関は、消防や救急医療など、いくつかが、すでに統合されており、警察など、他の部門も統合を進めていくことで、軍と市の二重行政を解消し、無駄を省き、ひいては地域経済の活性化につながると、合併賛成派は主張している。一方、高麗大学校。 フロリダ州立大学行政学教授、リチャード・フェイオックは、合併と地域経済との間には目に見える、関連性はないと述べている。市軍合併が実現すると、レオン軍全体が、タラハシーの地域となり、その面積は1728平方キロメートルとなる。また、人口は275,487人となり、ジャクソンビル、マイアミ、タンパに次ぐ、 州第四の都市となる。モーガン・クイット・ノーによる2013年のレポートでは、タラハシーは全米の人口7万5000人以上の都市のうち、危険な順で81番目であると報じられた。フロリダ州内の他の主要都市と比較すると、マイアミやオーランドよりは良く、ジャクソンビルやタンパー、セント・ピーターズバーグよりは悪い。タラハシーの治安を守るタラハシー市警察は、 1841年に設立されたもので、全米でもフィラデルフィア市警察、リッチモンド市警察、ボストン市警察に次いで4番目に長い歴史を持っている。タラハシー地域空港タラハシーの玄関口となる空港はダウンタウンの南西約7キロメートルに立地する市営のタラハシー地域空港である。この空港にはアメリカン航空が ダラスフォードワース及びマイアミからの便をデルタ航空がアトランタからの便をそれぞれ発着させている。週間高速道路 I-10 は市北部を東西に通っている。I-10 はロサンゼルス都市圏からジャクソンビルまで合衆国の最南部を貫いて大陸を横断する幹線である。市の西部、南部、東部には一般道路ではあるが、 キャピタルサークルという環状線が I-10 と合わせて市中心部を囲むようにして通っている。この環状線は南西部でタラハシ地域空港の脇を通っている。アムトラックの駅はダウンタウンの南西、フロリダ A&M 大学のキャンパスの近くにあり、I-10 とほぼ並行してが市中国の最南部を貫き、大陸を横断する長距離列車、サンセットリミテッド号が、 投降、西行とも、週3便停車していた。しかし、2005年に、ハリケーンカトリーナ及びハリケーンリータが、相次いで、メキシコ湾岸に上陸し、ルイジアナ州南東部やミシシッピ州南部を通っていた。線路にも、被害を与えたため、以後は、ニューオーリンズ伊東無期限運休となり、タラハシーに停車するアムトラックの列車はなくなった。グレーハウンドのバスターミナルはダウンタウンにあり、 州内のジャクソンビル、タンパ、オーランドのほか、アトランタ・ヤモービル、モント・ゴメリーへのバスが発着する。フロリダ州立大学フロリダ州立大学は、ダウンタウンの西に474.5エーカーのキャンパスを構えている。同学は、ゲインズビルのフロリダ大学とともに、フロリダ州を代表する州立総合大学で、12校からなるフロリダ州立大学システムの一角を成している。 同学は1843年に創立したタラハシー女学校と1851年に修令で創立した西フロリダ学校を前身としている。1858年に西フロリダ学校がタラハシー女学校を吸収して男女教学化した後、1901年にフロリダ州立カレッジとして総合大学化した。その後1905年に 男子学生をフロリダ大学に転校させてフロリダ女子大学となったが1947年に第二次世界大戦からの福音者に高等教育の機会を与えるために再び男女教学化し現在の公明となった2013年現在同学は教養、経営学、コミュニケーション、情報学、犯罪学、教育学、工学、工学映画、人間科学 法学、医学、音楽、看護、社会科学、社会福祉、芸術、演劇、ダンスの15学部を有し、学部生、約3万2000人、大学院生、約8000人の学生を抱えている。また、国立高地場研究所も同学の所有である。同学は、US News World Report の大学ランキングでは、全米の総合大学の中で、 上位100位以内に入る評価を受けている。同学のスポーツチーム、セミノールズは NCWA デビジョン I のアトランティックコーストカンファレンスに所属しており、男子8種目、女子10種目で競っている。特にフットボールにおいては、1970年代、後半から名称ボビー・ボーデンの下で台頭して、フロリダ大学やマイアミ大学と、熾烈なライバル関係を築きつつ、 全米有数の競合校へと成長し、1993年、1999年、2013年の3度、全米優勝に輝いた。フロリダ A&M 大学ダウンタウンの南西、フロリダ州立大学の南東に422エーカーのキャンパスを構えるフロリダ A&M 大学は、1887年に創立された州立総合大学で、 フロリダ州立大学と同様に、フロリダ州立大学システムの一角を成している。同校は、旧国人大学で人種教学となった現在においても、約1万2千人の学生のうち9割をアフリカ系が占めている。同学は、農学、教育学、工学、法学、薬学、人文、社会科学、理学、総合保健科学、建築学、経営学、 環境学、ジャーナリズム、看護の13学部を有している。同学のスポーツチーム、ラトラーズは、大西洋岸南部の旧黒人大学13校から、なる、NCWA ディビジョン I のミッドイースタンアスレチック、カンファレンスに所属し、男子8種目、女子8種目で競っている。タラハシーにおける K12 課ほどは、レオン軍学区の管轄下にある、公立学校によって、 主に支えられている。同学区は小学校26校、中学校9校、高校6校、オルタナティブ教育校7校、チャータースクール4校を有し、約3万3000人の児童、生徒を抱えている。フロリダ集会議児童フロリダ集会議児童は、州の政治の中心であるだけでなく、タラハシーの名所の一つにもなっている。集会議児童の最上階、22階は、 展望台及びギャラリーになっており、無料で開放されている。また、集会議事堂の前面に立つ、旧集会議事堂は、前述の通り博物館になっている。同館は、戦死時代から、植民地時代、南北戦争、公民権運動、冷戦下でのキューバ系移民受け入れ、2000年の大統領選挙に至るまでのフロリダ州の歴史や、歴代州知事、州の自然環境、 州の開発に関する事物を常設展示している。また、同館内の州知事室、州議会の上下両院の議場、州最高裁判所は、それぞれ20世紀初頭の頃のものに復元州会議事堂の2ブロック西には、フロリダ市博物館が立地している。同館は、南北戦争時のフロリダ、第二次世界大戦時下のフロリダ、及びフロリダと名付けられた歴代の、 アメリカが衆国海軍艦船を常設展示している。また、新しい常設展示コーナーとして、ラ・フロリダと題した植民地時代のフロリダについての事物を展示するコーナーの解説工事が進められており、2012年3月に第1期分が公開された。フロリダ A&M 大学キャンパス内の カーネギー図書館この他の市内の名所としては、フロリダ A&M 大学のキャンパス内に立地するカーネギー図書館に置かれ、地域のアフリカ系アメリカ人に関する資料を保管、展示する南東地域黒人文書館、研究センター、博物館やアムトラック駅のすぐ南にあり、50以上のスタジオやギャラリー、店舗が集中し、タラハシーの芸術地区となっているレールロードスクエアが挙げられる。 また、北東高の I-10 と国道95号線とのインターチェンジの直下には130台以上を数える旧車を中心に映画バットマンシリーズで実際に撮影に使われたバットモービルなど珍しい車両やその部品等を展示するタラハシー自動車博物館が立地している。復元されたミッション3ルイス・デ・アパラチーの内部終演部や郊外には 野外博物館もいくつかある。市南西部、タラハシー地域空港の近くに立地するタラハシー博物館は52エーカーの敷地を有し、19世紀中盤のフロリダの村や農場を再現した野外博物館及びフロリダに生息する動物を飼育、展示する動物園を兼ねている。この地域で最初のスペイン人伝道協会であったミッションさん、 ルイス・デ・アパラチーは復元され、スペイン植民地時代の事物や芸術作品を展示する博物館になっている。南北戦争後に北部の富裕層に買い取られたプランテーションの一つ、グッドウッドプランテーションは、家屋と庭園の両方が保存され、家屋は農園主の暮らしを伝える博物館に、そして庭園は一年を通して様々な花が咲く植物園になっている。また、 タラハシーのダウンタウンから南へ約 20km 和倉郡内には和倉スプリングスという湧水が出ており周辺一帯はエドワード・ボール和倉スプリングス州立公園に指定され保全されているこの湧水を起点とする和倉側にはワニやマナティが生息しており訪問者はグラスボートからその姿を見ることができるタラハシーの都市圏を形成する 各軍の人口は以下の通りである。以下に、タラハシー市における1860年から2010年までの人口推移をグラフ及び表で示す。タラハシーは、以下6都市と姉妹都市提携を結んでいる。ありがとうございます。